量産役のラサール石井。辛い。8月上旬には、こち亀の連載終了知っていた、ラサール石井扮する、両津勘吉。今年で連載40周年を迎えた人気漫画。こちら葛飾区亀有公園前派出所が、17日発売の、週刊少年ジャンプ42号、集英社、で最終回を迎えることが3日、わかった。作者の漫画家、秋元治氏、63、が東京、神田明神で、絵巻奉納式後に会見して発表。タレントのラサール石井、60、は同日、都内で、主演舞台、舞台版、こちら葛飾区亀有公園前派出所。9、19日、あやに、ゴシアター東京、の、稽古の合間にデイリースポーツなどの、取材に応じ、連載終了に、辛いですね、と思いを語った。最終回を電撃発表の、こち亀。作者の秋元氏、決断理由明かす。1996年に、フジテレビ系アニメで、両津の声を務め、99年から舞台でも演じてきた。8月上旬には連載終了を知っていたといい、びっくりしました。終わらないと思っていた。まだまだ続けて欲しかった、と、寂しさを募らせている。舞台も最後の気持ちで臨んでいるという、自身とは正反対という両津を演じ、分身のようなもの、活力が湧き、夢を見ている時期、と出会いに感謝。秋元氏には、ご苦労様でした。新作に期待しています。一度食事したいです。とメッセージを送った。千田光男。映画、こち亀。ドブドカを熱望。77年に主演も。今年で連載40周年を迎えた。人気漫画。こちら葛飾区亀有公園前派出所。が、17日発売の、週刊少年ジャンプ42号。集英社。で、最終回を迎えることが3日、わかった。こち亀が1977年に映画化された際、両津役で主演したタレントの千田光男、69、は同日、デイリースポーツの取材に、秋風が終わったような気持ちですね。感慨ひとしおというか、とても残念です、と終了を惜しんだ。撮影当時を、はちゃめちゃですよ。田中邦衛さんやタコ八郎さん。そうそうたる方々で、漫画をそのまま映画化したような作品。東映の着眼力はすごい。未だに、千田さんでしたよね、って言われます。と回想。映画は見どぶどかで。千田は、秋元治先生には、思惑通り撮れなかったみたいで、申し訳ありません、と伝えたい。と恐縮しつつ、もちろんドブドカしてほしいです。と熱望していた。